世の中には絶対にお客様を裏切ってはいけない仕事が二つあります。一つは医師、薬剤師、もう一つは銀座イーデンホール。バーテンダーという言葉の意味をご存知ですか？バーは泊まりに、テンダーは優しい、優しい泊まりにという意味です。笹倉龍、神のグラスか。人の嫌味に耐えて金を稼ぐクソったれな商売か。今日で仕事を辞める決心がつきました。君のカクテルは完璧からは程遠い。あなたは私のための一杯を作ってくれた。カウンターの前のお客様にとってぴったりの一杯を飲んでもらいたい。いらっしゃいませ。